皆様こんにちは。今日はですね、私が英語の学習において、チャレンジしていること、何を今最も頑張っているかということについてですね、ちょっと話してみたいと思います。今私が英語の学習で、チャレンジしていることはですね、音楽で例えたらば絶対音感というような感じの概念に考え方に近いような感じのことではないかと思うんですけども、絶対音楽における絶対音感といったら ドレミファとかそういう音を聞き分ける能力ですよね。聞き分けたり再生したり聞き分けるさまざまな音を本能的になんかもう絶対的に聞き分けていくできる能力というような感じじゃないかと思うんですけども、これはですね、音楽の絶対音感というのは子どもの時に身につかなければ身につかないんじゃないかというような考え方もあると思うんですよ。それで英語の学習でですね、僕は思うことですが、多くの日本人の学習者の方もそう思われるのではないかと僕も思うのですが、論理的な解釈ですよね。文法を理解したり、文章を読んだり解釈をしたり理解をしたり、その論理的な解釈の方はですね、大人になってから、学習を始めても身についてきやすいし身についてくる。だから仕事などで資料を読まなきゃいけない、資料を読み取る、そういう能力はですね、大人になってからの学習でも伸びてくるように思われます。しかし難しいのがですね、この音楽における絶対音感というような感じのことですね。例えば日本語で歌を歌って、あなたというふうに歌を歌ったとしたら、日本人なら普通あなたと言ったというふうに絶対的に聞き分けて絶対的に認識が普通できるわけですよ。普通はね、それがですね、英語でそういう単純なことを発言をホワイト、ワイト、白い熊をワイトベアがどうどうワイトベアとかシンキングとかそういうことを言われた時に、論理的には解釈する能力はあるんだけども、絶対音感的に絶対的に何を言ったかはっきりと認識をして聞き取れる能力っていうのがですね、どうもこれが一番難しいような気がしますね、日本人の学習者で。それはどうも音楽と一緒で子どもの時に身についておくべき能力であって、この絶対音感というような何かペラペラと言った、それをペラペラと当たり前に聞き分けて聞き分ける、その能力がですね、大人になって身につけようと思ったらですね、もう絶対的に不可能であるぐらいにさえ思えるんですよ、僕は。ですが僕はその絶対的に不可能であるとさえ思える英語における絶対音感のようなものですね、これを絶対的に身につけてやるんだというふうにとにかく努力をしております。大人になってからその絶対音感的のようなものを英語の身につけるというふうに、もう絶対的に身につかないような感覚がするんですよ。それをもう絶対身につかないならこっちも絶対に身につけてやるという思いでですね、やっております。それをチャレンジしております。で、皆さんもそのようなことがあるんじゃないかと思います。では皆様も英語の学習をされている方も頑張ってくださいませ。では失礼いたします。